キックの2つをこなすローマンクラシック。第1ラウンドのゴングと同時にズラウコフが飛ばしていく。一方のクラチックはテクニックでしのごうとするものの、ズラウコフは止まらない。怒涛のラッシュでパンチ、膝を叩き込み、わずか1ラウンドでクラチックを戦意喪失へと追い込んだ。息をもつかせるスピード KO 劇に会場は大いに沸いた。若干21歳のベラルーシの新星が見事準決勝進出を決めた。